しますよろしくお願いします。ヴェルディのですね、はい、ホームページにヴェルディチャンネルってあるんですけど、はい、ご覧になったことはありますか？はちょっと見たことあります。ちょっとだけ。ちょっとだけ。ヴェルディのフェイスブックもあるんですけど、その辺はどうですか？そこはフェイスブックはまだ見たことないです。ツイッターは知ってますけど。ヴェルディのツイッターは、はい、ツイッターはご自身でもされてますけど、はい、あの辺はどれぐらいの頻度でやってるんですか？ツイッターは、まあ、友達への返信とかは、うん、まあ、気兼ねなくできるんですけど、自分のつぶやきっていうのはあまり、ブログを更新しましたっていうのぐらいしかあんまつぶやかないです。ブログは結構長くやってるんですか？ブログはもう6年経ちます。ブログはどんなイメージで？ブログは女子サッカーをしてもらおうと思ったり、あとベレーザーをしてもらおうと思って、多くの人に知ってもらおうと思って、始めたのがきっかけですね。やっぱその今コーチとかもされていて、はい、そういうこう人に見てもらうっていうことも含めてやってる感じですか？はい。どうですか、やっていて大変なこともあると思うんですけど。そうですね、やっぱ大変なことというか、伝えなければいけないこととかも あって言葉を選んだりとかっていうのはすごく大変なんですけど、でもまあ楽しみながらやってますね。はい。ツイッターの方はすごくフォロワーが多くて、はい、もう3000人ぐらいいるんです。3000弱ですね。はい。あの辺はいつぐらいから増えてきたんですか？はやっぱなでしこのワールドカップ中期間中にもうどんどん増えましたね。あの期間でどうですか、あの辺やっぱびっくりしたとかあります？自分でもはまあ嬉しさ反面、私をフォローしてもらってもみたいな感じの恐縮な部分がありました。なるほどです、はい。じゃあちょっとサッカーの話にですね戻りましてですね、はい、ベレーザの方も今2位で、はい、今シーズンはまあ残り半分ぐらいなんですけど、この残り試合に向けてどんな今気持ちで臨もうとされてますか？はやっぱ優勝をみんなで、まあ、目標に頑張るんですけど、まあ、そこを大きな目標として言葉に出すよりも一試合一試合積み重ねることが、今のベレーザには大事なので、ね、次の試合にまず勝ちたいですね。いう。なるほど。はい。わかりました。期待しておりますね。ありがとうございました。ありがとうございました。こんなんでいい。